こんにちは、むっこうです。今回は、本日7月7日に鳥島近海で起きた地震についてです。編集時間がないため、解説付きは明日以降にアップします。今まで鳥島近海で起きた地震は、4日以内に、M5 クラス、もしくは、震度4クラスが来ているということです。地震の規模自体は小さいですが、場所によっては、何らかの被害が出ても、おかしくはないと思います。今回の大雨で、地盤が緩んでる場所もあるので、注意しておいた方がいいと思います。2016年からの5年間では、地震が起きる場所がまちまちなので、今回も、どのあたりで起きるかまでは、予想がつきません。ただ言えることは、太平洋沿岸部に来るだろうということです。明日の7月8日から7月11日までは、注意が必要だと考えています。